皆さんこんにちは、こんばんは、タオです。今回は前から発売を楽しみにしていたお酒のガチャを紹介したいと思います。ジェイドリームから発売されているガチャガチャ、タルトお酒マスコットコレクションです。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回300円のガチャで全部で5種類となっております。裏はこんな感じです。このガチャはどれが出てもサーバーかタルトお酒のセットが当たりますので、こういうのが好きな人にとってはかなりお得なガチャだと思います。今回はもうセットになっているものを購入しましたので、それでは順番に紹介していきたいと思います。まずはオークタル赤ワインセットです。袋の中にはタルト、赤ワインとグラスが入っています。タルはこんな感じです。蓋を開けたりとかはできないんですけど、ミニチュアとして飾るとすごく可愛いと思います。ワインとグラスはこんな感じです。それぞれ別パーツになっているので、ワインだけを他の小物と一緒に使ったりということもできますので、使い勝手はいいと思います。瓶にはそれっぽいラベルが貼ってあって、よくできているなと思います。次はこの2つを紹介したいと思います。ミニブックを見てみると、画面越しからだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、この2つを比べた時にこっちのシェリータルの方が色が薄くて、こっちもシェリータルの方が色が薄くなっているので、こっちが茶色のタルだと思います。それでなんで今そんなことを話すのかというと、これがもし茶色のタルだったらワインがセットになっていると思うんですけど、実際のミニチュアはビールがセットになっていて、ちょっと中身が違っています。気になったので念のためにカラーの画像を確認してみたら、画像が2種類ありました。今映っている画像は茶色のタルにはワイン、黒っぽい樽にはビールがついているんですけど、もう一つの画像では茶色の樽の方にビールがついています。私が持っているのは茶色の樽にビールが入っていて、黒っぽい樽にはワインが入っています。私はセットを買っているので中身が逆になっていても特に問題はないんですけど、欲しいボトルのお酒があるという方はガチャを買う前に念のために画像を確認して中身を見ておいた方がいいかなと思います。黒っぽい樽はこんな感じで、ワインとグラスはこんな感じです。茶色の樽はこんな感じです。ビールとビールジョッキがセットになっています。次はサーバーです。ぐるっと回すとこんな感じです。
ここの部分は動かすことはできないんですけど、合金素材でできていて、リアルな造形になっています。最後は黒っぽいサーバーです。こんな感じです。造形は同じなんですけど、色違いになっています。今回紹介したものを一箇所に集めてみるとこんな感じです。本格的なタルのミニチュアはすごくリアルでクオリティも高いんですけど、その分値段も高くて、なかなか手が出しにくかったりするんですけど、このタルは1回300円ですので、かなりお得なガチャだと思います。タルの大きさも結構大きくて、ボトルとグラスがセットでついてくるものもありますので、こういうのをいくつか集めて、酒場っぽい雰囲気を作ることもできますので、そういうのが好きな方にはかなりおすすめです。他のフィギュアや小物と一緒に合わせて大きさを比較してみるとこんな感じです。ポーズスケルトンとネンドロイドを置いてみました。ちなみに今回使っている背景は100円ショップで買ってきた背景ボードを使っています。テーブルの上に乗っている料理はリーメントのミニチュアを使っています。タルの上に座っているのはネンドロイドドールのホワイトラビットなんですけど、タルはこんな風に椅子の代わりにすることもできます。タルとお酒マスコットコレクションの紹介はこれで終わりです。タルやお酒は一つだけを飾ってもいいですし、たくさん飾って酒場のような気分を味わうこともできます。タルとボトルのお酒は別パーツですので、使い勝手が良くてお酒だけを使うこともできますし、サーバーのミニチュアは本格的なのは値段が結構高いので、ちょっとした雰囲気を味わいたいのであれば、これで十分楽しめると思います。もしこのガチャをやるかやらないかで迷ってるんだったら、とりあえず1回はやっといてもいいんじゃないかなと思いますので、もしよかったら皆さんもやってみてください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。